止まれ浪人。何用で参った。浪人ではない、酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらに参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。ふん、なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。菰田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。島の民全てを守ると誓った。お主もその一人だ。俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはね。お主が誠の役立たずなら志村殿は頼みにせん。戻ってこい。ここで待ってるぞ。熊を殺して俺を家まで届けてくれたそのお方も菰田にいたかし。俺んちはここだ。入りな。猛虎の囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。
ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。おお、そりゃ助かる。では明石まで、酒井様。ゴロ、いつまで隠れる気だ。中にいるんだろ。今すぐに出てこい。出てくるまで動かんぞ。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないかい。クメ、どこだい。お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。冷ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得がたいからな。もうこの囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは、よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や蒙古の取りで。
侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ、良いな酒井。猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。センディングモッツフィッシュ。この気を逃すな、橋を渡るぞ。参りましょう、叔父上。王の者から狙え。どうした、取り手。死ねえ、もう本気だ。アラビア来ます。すぐに撃ち取れ。見事な立ちさばき、よくやった。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救援、隠れて。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。よっしゃ。
行くぞ。足を止めるな。切り捨てて進め。
まだ入江と何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。船が来る。ゴロを耐えてくれ。クヤッタ、ゲブニを頼んだぞ。やりました。さすがだ、ジン。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていくがよ。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。いい子だ、影。
雅子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は鵜麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したい者がおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。鵜麦で待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。せっ、足が水浸しだ。まったくひどい道だな。家族の仇を討つと、足立のじじいも、その一族も、この世から消えた。疾病は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちは何も覚えていないからな。もうすぐ、大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろう。当然だよな。お前は何も分かっちゃない。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。何様のつもりだ。ここは鵜麦だぞ。
雅子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。そいつとはどこで浜に来るように言ってやる。やつは二つ返事で家来も連れてくんないぞ。兄さんはよくそいつでいられるな。俺は殺しちゃいない。毒を流しただけだからな。畜生。雅子は生き延びてる気がする。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐ってる侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおむらか答える。なあ、俺ですよ。それで金は。ここにある。おのれ、私の獲物を。あいつか、調べよう。来ました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。フミだ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小者がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。
つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなど折れぬわ。まだ屈指でなすことがある。檻を見て来い。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子のものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。昨日はどこだ。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。クメという娘を知っておるか。アキュートの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。もしお侍、こちらへ。その娘を知っております。まことか。はい。ですがここではついてきて。何か裏がありましたか。そのようだ。幾日も戻っておらぬらしい。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。Thank you.
し影。沼中の宿、クメがおるはず。あいつか？急げ。今のは奴の音ではない。今夜は根津の番だな。侍か？今行く。侍だ。矢が来る。わかった。近くにいる。へっ。こっちから音がした。何もない。だが気を抜くな。あいつが
何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って、多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。侍様、何かお礼をさせてください。礼には及ばぬ。だがなぜここが？つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか？我が子を失うことに比べれば怖いものなんて、もう一生母さんに会えないかと思った。
you